新京国通り、京都市中京区。新京国通りは、京都市中京区の南北の通りの一つ。三条通りから四条通りまでの比較的短い通りである。1872年に京都府三寺、牧村正直によって作られた比較的新しい通りである。かつては広大な地域を誇った、自習十二杯の四条派の金蓮寺が、十八世紀末から、 地域の切り売りをはじめ、明治以前に売却地に、料亭、飲食店、商店、見物小屋が建っていた。一つとなりの寺町2に集まる寺院の境内が、縁日の物体として利用されるようになり、人が多く集まったため、各寺院の境内を整理し、寺町2のすぐ東側に新しく、道路を作ったのが新京国通りの始まりである。明治の中頃には、 見せ物小屋や芝居小屋が立ち並び、現在の繁華街の原型ができた。かつては、京都方面の修学旅行のコースに取り入れられるようになったため、修学旅行の中高生の行き来の絶えないところとなり、老舗もあり地元のものも訪れる。隣の寺町京国に比べて、新京国は、那覇市の国際通りなどと同様の観光客向けの通りとなり、 地元のものが利用することはほとんどなかった。しかし近年では観光客向けの土産物店のほか、飲食店、ファッション用品店が混在し、若年層向けの店舗が目立つようになった。また、松竹座に代表される老舗の映画館がようやくシネコンへの改装を果たし、新しいニーズにあった街へと変貌しつつある。三条通りから四条通りまでが、 路上喫煙等禁止区域である。錦天馬宮。戦前の新京国、たこやくしから北向け。右手奥のキネマクラブで、まぶたの母を上映中である。松竹発祥の地でもあり、昭和50年代まで多くの映画館がのを並べ、営業していた。現在は、松竹のシネコンムービックス、京都のみ。かつて存在した、劇場、映画館。 園芸場の一覧である。たらたら坂、京都市中京区北の起点である山上通りからすぐ、南側が南に向かって下る坂になっている。この坂は、たらたら坂などと呼ばれている。隣接する寺町通りや河原町通りには、このような、急な坂はなく、新京極通りにのみ存在している。しかも市場通りでは、互いはほぼ水平に位置することから、 京の不思議として語られることもある。通り名に含まれる京国は、文字通り京の橋を意味し、平安京においては、東端に東京極大路、西端に西京極王子が配された。西隣の寺町2が、この東京極大路にあたる。西京極王子は、現在の角の王子2の西側と推定されている。西京極王子と、阪急京都線の交わるところに、 西京国駅が位置し、この周囲のおおむね五条通八条通り、桂川西高瀬川の範囲が西京国である。西京国には西京国総合運動公園などがある。京都市内には新京国通りの賑わいにちなんだ京国と呼ばれる商店街が複数存在する。全国の都市における銀座の京都版といえる。関西地方の他地域にも若干は存在する。 四条通り側三条通り側、ありがとうございます。